決心しました。お泣きそう、今本気で泣きそうだけど、うん、どうしよう、やめようかな。ちょっと待って。カエルの子はカエルぴょん、せーの、カエルの子はカエルぴょん、カエルパパです。チャンネル登録お願いします。今日ははい、ということで、はい、はい、ペペちゃん4月に旅立って、うんうん、もう2ヶ月約ね、約2ヶ月2ヶ月ぐらい、四十九日も超え、うん、2ヶ月だった、2ヶ月経ったんですけども、ね、うんうん、もともと、くーちゃんとペペがいた犬の部屋があって、うんうん、で犬小屋も大きいの置いてて、うん、2人で暮らしてたよ、ペペとクイーンさんね。そうそうそう、ペペちゃん旅立ってから、はい、クーちゃんは寂しくないようにもうリビング生活、リビング生活を見てもらってたんですよ。ペペの片身の輪に寄り添ってね、リビング生活してて、ね、うん、でなんかママもあの部屋キングとペペのお骨置いてて、犬小屋があるけど今使ってないもんね、ペペがいる残像のままそこに小屋が残ってるから辛くて、もうなんか行ってねえよあの部屋に。確かにね、うん、手合わせにも行ってないし、でなんか悲しいままじゃいけないなと思って、うん、決心しました。お泣きそう、今本気で泣きそうだけど、うん、あの小屋をもう撤去します。撤去します、出ました。でパパに誕生日プレゼントも、はい、父の日も何もしてあげれんかったから、はい、あの部屋をパパの配信部屋にしようと思い、しっかりやってきたね、はい、もうママの、 脱ペットロスの第一歩として、ペペがいたところをパパのこれからの配信部屋に、ヒップフリオンでくるじゃん、それくる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 にしようと思いますという決心の動画であります。まあまあまあいいことよ、一歩前に出れたっていうのは俺はもう良かったなと思うし、引っ越ししてきた時に買った小屋なんよあれ、うん、そうよね、2人が留守番する時に狭くないように出て、そうそうそう、絵にしか糸がもう自分の小屋にするって言って最初一応入ってたもんね、入ってたあの、うん、画像とかも NHK でさあったんですけど、もうちょっとね、いけん、ペペとキングはリビングに連れてきます。そやな、うん、してみんなでね、うん、過ごしていこう、とりあえずパパがもう一人でペペ、ペペがいた空間で頑張ってもらおうかな、うん、そうっすね、うん、ということで本日、はい、犬小屋を解体します。ちょっと僕も寂しい。いや一生懸命作ったし、やっぱ思い出ってあるやん、うん、わーやべえ泣きそうマジやばい。でもでもでも、まあこの何年間かっていうのは、まあ、思い出に満ち溢れてるんちゃうかなと思うから、どうしようやめようかな。ちょっとそげなかんで、そげなかんで、辛いな、わかるわ、うん、でもわかるね、おるやもん、角にペペがおるけ、あの部屋いつも、うん、犬小屋の角にペペが。でもまあペペもそんだけ思われたんけ嬉しかったと思うし、うん、またこれ壊したからといって、うん、ペペがいなくなるわけじゃないし、うん、僕らの中ではずっとペペがおるから、でもそれで前向けたリナがおるっていうことはもうペペ見てくれてるから嬉しいと思うよ。やめようかな、やめようかな、ティッシュティッシュ、久々になんかペペを今ずっと思い出しよう。どうしよう、やめようかな。やば、そういうことない、はい、見れたことがでかいと思うよ。じゃあ頑張ってそやな、セッティングしましょう。お願いします。はいはい。
パソコンデスク作っていく大改造や。大改造やな。まあこれ足つけるだけなんで。そう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 、はい、これも簡単で。これにパソコンで2台。うん。パンと。作ったやつを移動させよう、向こうに。OK。OK。頑張ろう。レッツゴー。OK。よし。何ネジで止めていく？これで、これつけまーす。あ、回すだけ、回すだけ。よし、OK、 OK、 いい、簡単。はい、全部お願いします。ここはいいの、ぐーちゃん。うん、寂しいな。ありがとう。じゃじゃーん、できました。すげえな、パパだけなんか椅子が豪華に見える。はいはい、ただね、あの一般なんであれなんですけど、やばいね。だいぶ形ができてきたね。オフィスになってきたよ。うんうん、あとちょっと照明をね、ちょっとあの辺からパーンともらおうかな。そうね、照明ちょっと明るくしようかな。あとモニター置いて、そこにモニター置いてゲーム実況、ゲーム実況できるようにしようかな。いいでしょ。エリコ座らせてもらいよ。いいよ、エリコ座ってみて。これめちゃくちゃいいよ。ほらクッションもあるし、で腰当てもあるし、なんかゲーミングチェア、このなんかこうパッドがあってもよかったんやけど、なんかこっちの方がなんか腰当てとメッシュ、メッシュですごい涼しかったっけん、こっちにしたい。これもすごいいいやつ、低反発クッションね。低反発クッションやけん最高やった、うん、これ気持ちいいわ、寝れるよ、ずっと寝れるよ。練習するためだよ。結構あなたに金かけたよね。たとえ10万でいろいろやってる人がさ、倍やから。何回しない。させどうもさせ。本気度を試してるから。もう本当に。はい、行きます。はい、行きます。今からくぐっていきます。ということで。はい、さあ、ということで、モニターが届いたので、モニターをつけていく。これでセッティング完了です。です、はい、この後、お披露目まで。まもなく。まもなく。はい。レッツゴー。完成。声がちょっとおかしかったよね。なんで。いやー、完成しました。やりましたね。ねえ。本格的なスペースに。いや、すべて。生まれ変わりましたね。すべて完璧に。揃えました。ちょうどペペちゃんがいた場所に、そう、あなたがね、きっちりハマってます。いやー、なんとか、なんとかね。はい。はい。なんかね、ママの決意のもと、スペースがこんなにも、空間利用良かったこれは。変わるものかと。ちなみにね、ちなみにだけど、はい、あの編集してるやん。はい、すると、ここあの。スーパーミー引いてあるんやけど、だいたいあのクイーンさんここで寝るんよ。そうだね。ふじゃめ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 ね。くーちゃん、いつもね、ママの足元で編集見守ってるな。そうそう、寒い時、みんな足温めてもらってんのよ。そうかわいい。くーちゃん、変わっちゃったね、お部屋が。ね。いい？今リビングでね、生きてるからな。よしよし、よろしくね、くーちゃん、新生活もよろしくね。はい、ということでね、はいはい、なんとカエルパパ、今週末カエルパパスタジオで新環境にて、はい、もうね、スムーズに動くんでね、このいいやつ買ったんでね。はっきり言って負けんからね、言うて勝ち負けで言うと負けると思うけど。なんかカクカクなってますよって言われてたよ。そうそう、映像が、ね、言うたらレベル高いの、きっといい環境で、はい、アルババもね、スムーズ、もうこんな動きとかできてくれる、うん、で、AM でこういうの出てこんかなって。生まれ変わったカルパパスタジオ、はい、ぜひチャンネル登録まだの方は概要欄からチェックして
ていただければと思います。なかなか最近フォートナイトのライブもできなかったんですけど、ね、今度土曜からもバチバチやっていくで。はい、お待たせいたしました、はい、これからもね応援していただいて、じゃあペペちゃんにこの場所いただきますとお伝えください、はい、せーの、ペペありがとうございますそれか以上 ね、ママの決意動画でございました。やばろうねバイバイ、ありがとう。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら。